い、しんのすけの部屋でございます。いよいよ夏でございますけれども、楽しみですね。もう夏が一番いいですね。まあかといって春秋がなくなってもらっても困るんですけど、いや春はいらないな、花粉症かね。うん、花粉症がね。はい、部屋、質問をお答えしていきたいと思います。ジンジンさん、6号機の有力感とはどんな意味で作られたのでしょうか。有力感がリセットするたびにモード抽選と天井抽選することによってモード B から天国に行きやすいなどがなくなったために、高設定は出やすい、低設定は出にくいというふうになりやすくなっているように感じているのですが、全くおっしゃっている通りで、いちいち有力感がリセットされるたびに設定に準じたモード移行を繰り返すがゆえに、モード移行が優遇されている高設定は低設定に比べると安定して出るっていうのが、今6号機が抱えている問題で、そこに対してどういう仕掛けをやろうかっていうのがパスローメーカーさんが考えられているところで、例えば鉄拳4デビルバージョンなんかはそこをうまく使いましたよね、あれはね。まあ、そもそも6号機の有力感はどんな意味で作られたかっていうと、5号機でいうところの出ちゃう、どこまででも出ちゃうっていう射光心の部分を抑制する意味で作られました。はい、だからやれ2万枚とかね、もう行っちゃったらもう2万枚出ちゃうよねっていう、僕たちがこう高ぶっちゃうところを抑えるために作られたのが有力感でございます。次、順外れ人として取り切れなくて嫌な思いしないし、なんで2400枚がダメなのかわからない。まあだから否定派とね、肯定派がいるんだけど、だから今だ5号機があるからそういうふうような意見が出るんですよ。うん、5号機が全部なくなっちゃまったらもうそんなことも言ってなくなって、辞める人は辞めればいいし、2400枚でもいいっていう人は打ってればいいしっていう話だよね本当に。うん、別にダメダメとかそういうんじゃ、2400枚じゃあ出せやっていう話じゃん。出してもう毎回2400枚出してみればいいんじゃない。それでも2400枚がダメっつったら本当ダメだと思う。うん、トニートニーさん、新さん東北地方にうちに来ることはないですね、申し訳ない。ロムオ悪魔神さん、新さんの今の6号機ベスト3を教えてください。1位マサムネ3、2位サラリーマン番長2、3位ひどいなこれ、3位になるとちょっとそうね、3位イニシャル D かもしれないね。吉宗3って言わなかったよ俺、イニ D かもしれない。はい、トモさん、僕はパチンコパチソロで勝ったとき、次の軍資金ができたと思います。これって結局お金がなくなるまで延々と使ってしまうことになりませんか。そこで勝ったらこれを買うとか、勝ったらこれをするとか、何か目標がある方が良いと思いますか。お金の使い道がないので、なんで勝ってるのかわからなくなるときがあります。これね、まさに真理ですよ、トモさん。これはね、あかん。次の軍資金ができたって思っちゃう人は、負け組だと思います。どうですか、みなひろさん。ペルペルさんは勝った時なんどう思います。次の軍資金ができたって思っちゃいますか。思っちゃう。あ、思っちゃう、負け組ですね。アキラさん、パチスロで勝った時次の軍資金ができたって思いますか。思います。あ、やっぱそうなっちゃいますよね。はい、これがね、恒常的に勝ってる人って次の軍資金ができたとは思わないと思うんですよ。うん、思わないです。僕はまあなんか嫌味な感じになっちゃうんですけど、まあ勝ってるんですけど、毎年ね、年間収支でいうとプラってるんですけど、やっぱ勝った時は、あ、この勝った金であれ買えるなとか常々、ね、まあ一番分かりやすいところでは、それこそその、なんていうの、大人の遊びをしてた時期があったんです、20年ぐらい前に。千葉の松戸に住んでた時です。で、伊勢佐木町の、その、すごくね、気持ちのいいお店があって、気持ちのいいお店があって、吉宗とか、20年前だから吉宗よりちょっと前だな、3000枚とか出るわけよ。イエス !6 万できたからよしっつって湾岸飛ばして、その女の子に会いに行くみたいな。うん、もうそれの繰り返し。したらよし、また明日もちょっと3000枚出すんだっていうのの繰り返し。うん、で意外とそれでやれてたんで、まあ打ってる店がいいっていう大前提はあるんだけど、
だからあんま次の軍資金ができたって思わない方がいいよ。だからパチスロはパチスロでは、パチンコパチスロで使うお金は使うお金として、例えば1ヶ月5万円、10万円っていう風に決めたら、それがなくなってしまったらもう打たない。うん。で、当然次の軍資金にはするんだよ。例えば5万円しか使えなくて、あ、じゃあ10万円になったら10万円を元手にまたやるんだけど、っていう、なんていうか、次の軍資金ができたとは思わない方がいいと思いますよ。はい。ゆうたさん、モンキーターン4を打ってほしい。懲罰チャレンジの時の審査の奥義を見たいです。あー、あるんだ。また。ちょっと、そう、最近ね、なんか引き合いが強いんで、モンキーはちょっと視野に入れてみます。はい。さあ、シャープ142から、ドラドラドルさん、審査の帽子はどこで買えますか？これなんか定期だよ。概要欄に載ってますんで、夏に、ピシャッとね、キャップで、白 T にキャップで。林ゆきさん、質問です。吉宗3の前兆の定義は高確率だけですか？発展も熱いような気がするんですが。ああ、もうこれ前兆の定義は基本高確率が基本で、一部で 10% ぐらいで高確率入らずの発展連続演出っていうのもあると思います。はい。例えば64ゲームからのゾーンで高確率に行かず8点のみ入りましたが、あ、これはだからそれは前兆じゃないよ。前兆じゃないから結局モード A の例の、要はモード BC、BC 天国にいる時の 50% を引けてないどころか、モード A だからで行かなかったんですよ。ね、牛之助さん、サラリーマン番長2、80% でも取らないときは取らないし、エウレカ3、10% 未満が連続で通ったり、パチンコのゴルゴで 95% 外したりと、本当に表記上の確率で抽選してるんですかね。すべて入るか入らないか、内部で決まってるデキレースにしか感じません。一応、表示されてるものに関しては、サラリーマン番長2は話したよね。おそらく僕の見解ですけれども、まず、ボーナス当選時に、いただきラッシュの抽選してます。で、高設定ほどおそらくいいです。で、低設定は、悪いです。入らないです。で、表記上の抽選を、ボーナス中の抽選している。だから、ある6号機によって、解析全部できてないんですよ。すべての6号機で言えると思うんですけど。なので、どういう仕様なのかなっていうのを、まあ、あらかじめもうすでに出てるところの解析と、あとは、それ以外の部分に思いをはぐらせて、はべらせて、巡らせて、やるっていうのはいいと思いますね。やってみてください。にしか感じませんっていうんであれば、なんでデキレースにしか感じないのかっていうのをちょっと、そこをちょっと広げてみたらいいんじゃないですかね、牛之助さんね。はい。冬月さん、ポリシーを持って行う、めちゃくちゃ共感できました。ところで、最近はサラリーマン番長2のような3回突破型や3戦突破型や、政宗3の2戦突破型などありますが、ボーナス引いた時点で決まっているという人もいますが、新さんはどう考えますか？だから今言った通りで、ボーナスの時の抽選もあるし、まあそこで引っかかってなかったら、要はボーナス中の、要は表示される抽選をするっていう僕の見解です。僕個人的な見解ですんでね。我々さん、僕もサラリーマン番長って面白いと思います。結構打ち込んでますが絶頂まだ引けてないので、まだまだ打っていこうと思うんですが、あまり人気がないので台数も減ってきちゃって残念です。いただきでスラッシュに入られなくても完走できたり、まだまだインストがまだまだ打ってってくださいね。ちょっと時代が早すぎたよね、番長2は。YouTube 聖夜さん、アンチは普通のやつより大ファン説、ファンだからこそ良いとこあかんとこ突っ込んでくるんでしょう。ただね、アンチ半々だと思うんですよね。すごく、あ、助かるなっていうアンチっていうファンの方もいらっしゃれば、あ、もうこいつ絶対暇なんだねっていうファンの人、ファンではないよね、もうアンチっていうか、アンチでもないよね、暇人だよね暇人で、陰キャ暇人とアンチはまた別だと思うんだよね。うん。だよね。アンチってやっぱ確信をついた上でなんかすごい否定的な意見とかを書き込んでくれるんだけど、なんか暇人の陰キャはもうもはや本当に暇人で陰キャですることないんだね。明日死ぬんだろうねっていう、かわいそうっていう人のどっちかじゃないかな。うん、多分死ぬんだよ、かわいそうに。そういうの YouTube とか多いじゃない。もう何にもなんない、とりあえず低評価をしましたみたいな、あれは多分明日死ぬんだろうな、かわいそうに。はい。ジャンクフードジャンキーさん、新さんの動画を見て6号機のマサムネ打ちました、完走しました、リミットあってもパチスロは出れば面白いんですよ。はい。番長神さん、質問、
番長、サラリーマン番長2、前兆中に弁当を引いたとき、その弁当で降格に行ったか行かないか見分けられないっすね。マップゲーム数で降格に行き、その後弁当で降格に行き、合点ステージに行った後また弁当を引いた時の弁当扱いだからね。あの結局合点ステージ行ってても内部的に落ちてる場合があるんですよね。だから唯一見れるのはあの LED の白フラですよね。うん、白フラしてれば降格は確定するんで、そこだけです。トモさん、長いんでちょっと端折っていきますよ。番長3でな打ち足りないからノーマルでも打つか何の気なしに打つと投資100枚とかで当たることが多々ある。ビッグ2連とかであっという間に下手500枚とか、最初から A タイプ打ってればな。 A タイプだけ毎日打ってたら永遠と勝てんじゃないってことです。で質問は何だ。お金を効率的に増やすとしたら A タイプを打ち込んだ方がいいと思いますかっていう質問なんですけれども、お金を効率的に増やすんであれば働いた方がいいです。はい、ええ、あのお金を増やそうっていう感覚はやめた方がいいね。勝とうとか負けよう、絶対勝つっていう気持ちの方がそのパチンコパスルはいいと思うんですよね。それも答えになってないような気がするんで。遠藤博明さん、新さん少し痩せましたが、一応ね、あの夏に向けて腹筋背筋してますんで、そのせいかもしれないです。あとベランダで焼いてるんで、それで日焼けしたのが原因かな。最後、ロトマルユーヤンさん、3月末で私の通ってたホールが閉店になってしまいました。パチスロ打ち始めてからそちらのお店で打ち続け、気づけば 10年ほど経ちますが、別の店舗で打つという感覚がなかったため、閉店した今はどこで打とうかなという感情よりも、自分の中でのパチスロは終わったんだという感覚が強く、月一の趣味がなくなった虚しさを感じています。新さんは今まで楽しみにしていた趣味や娯楽がなくなっていったことはありますか。俺ね、ない。あー、でもサーフィンがそうかもしんないね。20歳ぐらい、高校卒業してからずっと10年来波乗りしてたんですけど、あの例の東日本大震災であれから行ってないんですよ。ただ虚しさっていうのはないのかな。やっぱ終わりは終わりなんで、それよりは今を、そしてこれからをっていう綺麗な終わり方でよろしいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。